友達 TV をご覧の皆様、こんにちは。本日は武田邦彦先生にお伺いしたいことをたくさん尋ねさせていただこうと思っております。だいたい答えられませんけど。楽しみにしてました。皆さん初めてだと思いますが、椎名と申します。よろしくお願いいたします。難しい名前なんですよ、はい、稲葉椎名だった。イバです。あの伊藤の井に庭と書いて、はい、イバ椎名。それで椎名。イバさんっていうのはあのなんか日本人ではないと。生まれがハワイなんですけれども、うん、一応あの父親も日系人で、母親は日本人だったので、なるほど、日本人の血です。国籍は日本ですね。あ、そうですか。はい、1、2歳くらいまでしかハワイにいなかったので、もう英語も話せず普通に日本人。あ、なるほど。一度あの以前武田先生には対談を申し込ませていただいて、 その時にはもう我々世代が抱える現代の不安と、あと先生のご幼少期を、あ、そうそう、そうでしたね。はい、たくさんお伺いしました。はいはい、今日はまた、今日は何ですか。今日はですね、私が今実はすごく案じている問題がありまして、でいろいろとまとめてきたんですけれども、今たくさんのことが、とても大変なことが日本では行われようとしているんですね。その中でもまず一つ目が、まあ、あの自由貿易協定、うん、ご存知の方あまりいらっしゃらないかもしれないんですけれども、うん、日米 FTA や RCEP、うんうん、RCEP の問題は多分今ちょこちょこネット上では話題にはなってると思います。それに伴う、まあそれに伴うというよりも、あとスーパーシティや SDGs、 こちらなんかはもう国連のアジェンダですね。 SDGs、うん、持続可能な開発目標、はい、そういったものや、あと国家戦略特区ですね、うん、スーパーシティや国家戦略特区、うんうんうん、あと民営化ですね、はいはい、PFI 政策による民営化、はい、もうどれをとっても外資優遇政策に見えてしまうんです。なるほど。日本の中小企業や農業関係、まあ、自由貿易協定では多分ものすごい大打撃を受けると思うのですが、メディアで一切やってくださらないんです。はいはい、ネットの番組とかでもあんまり取り上げてくださる方が少なくて、どうやって皆さんに伝えていけばいいのかが全くわからない状態で、今このテレビっていうか、あのネットをねご覧の皆さんはね、今びっくりしたと思うんですよ。もう今ね、あの椎名さんがね言ったこととね、顔が全然合わないんです。あの椎名さんの顔見るとなんかね、芸能界のことが出てくるかなと、不倫について喋ってくれとか出てくるかなと思うとね、自由貿易協定と出てくるんですよ。これは非常に好ましいことはありますけどね、はい、違和感がありますね。あと美人だしね、なんか可愛い感じだから、なんかじゃあの原宿とか渋谷なんていうの思い出すけど、あと先生はずっと私のことを20代だと思ってくださってた。実はね20代じゃないってこと昨日知ってもびっくりしちゃったの。っつってね。じゃあ18ですかったらもっと年取ってるっていうこと。あ、ところで真面目にね、時間もありますからお話しますとね、はい、自由貿易協定っていうものはあのどういうふうなものかというとですね、はい、昔はですね、昔というか今から80年ぐらい前よりか前ですね、はい、それはあのどういうふうに思ってたかって言ったら、戦争をすることがいいことでしたね、その頃はね、はい、それから相手の国をやっつけて領土を取るのも正しいことだと思ってました。今では違いますよ。だけどその当時にはその時の標準的な考え方だったんですね。今では民主主義がいいなんて言ってますけど、昔は殿様がいいと思ってたんですよ、はい、まあ、そういうふうにこう時代とともに良さっていうのは変わっていくんで、かつてはですね、戦争して相手をやっつけるのがいい、そのために普段から同盟を組んどったがいいっていうのがその地域的な自由貿易協定だったわけですね、はい、それはまあ、 あのスターリングブロックとかドルブロックとかいったブロックっていう名前で呼ばれてて、あの加入してるところ同士は自由貿易する、はい、そうするとそこのところは発展する、その力で相手の経済ブロックをやっつけるというのが、まあ、第一次大戦前の状態はそういう状態だったんですね。だから、結局は基本は貿易が自由にされた方が国が発展する、それはそうだ、はい、国はですよ、その中にいる個人個人は
やられちゃうことがあるんですけど、経済的に、はい、だけど国全体としては栄える。これリカードなんかの経済理論が、まあ、イギリスの人ですけど、まあ、そういう考え方を出して、それによって、まあ、世界経済の発展をしたんですね。そうするとどういうことが起こったかったら、そのいろんなブロック間で激しい競争になって、はい、それが戦争の引き金を引くようになったわけです。むしろ戦争に向かったということなんですね。それでこれは良くないと、まあ、いうことで、第二次世界大戦の時にブレトンウッズ、ホテルの中でですね、当時のケインズとかそういう経済学者が集まって、第二次世界大戦後は戦争の引き金になるようなブロック経済をやめようと、まあ、いうことでガット体制ですね、つまり自由貿易体制ができて、それで、できるだけ少しずつ少しずつ関税を下げていくということで、世界全体で関税を下げていった、はい、それは実はね、日本が戦後高度成長できたっていうのは、その自由貿易体制が世界中にあったからであるんですよね。だからまあ日本人としては自由貿易体制というのは非常によく機能したわけです。しかしそれに対して1980年代には激しい対日バッシングがあったわけです。それは自由貿易体制にするってことは、うん、世界中が特に自由貿易体制になると、世界で一カ国強い国ができると、それは軍事力じゃなくて経済力とか製品がね、日本がそうだったわけですよ、はい、パナソニックナショナルなんかできちゃってですね、ソニーとか、もう相手にならないんですよ、世界中相手にならないんですね。で僕はちょうどその頃、若い頃仕事してヨーロッパなんか電話するとね、今からそっちにファックスを送りたいんですけど、僕がこう言ったら、向こうのフランス人が、あ、どうぞ送ってくださいと。うちのファクシミリは、ナショナル製ですから、大丈夫ですって。向こうが僕にそういうぐらいなっちゃったんですよ。はい、っていうことはもう、他、太刀打ちできないんです。それで、アメリカでは今度フォードとか GM っていう、まあ、世界一だった自動車会社があった。そこに日本のトヨタとかホンダとかが行く。そうすると品質がもう全然違うから勝負にならない。そうすると何が起こるかって言ったら、どん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 工場が閉鎖されて、労働者が失業しちゃう、はい、それで日本車を持ってきて、それをみんなで叩き潰すという絵が、まあ、全世界に流れると、まあ、そういうことになったわけですね。それで1990年、まあ、主に日本のする優れた工業製品だけど、僕その頃ね、僕は間違っててね、何やってんだと、いい自動車を向こうで作ればいいじゃないかと、自分たちサボっててね、悪い製品作って、それでみんなが日本製品買うからって腹立てて車ぶち壊してるようじゃダメだと思ってましたけどね、はい、やっぱり国にはその人にはその人の一生もあるし、あんまりどん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 そういうことやるとやっぱりダメになってくるんですよ、はい、それで結局1990年になってから、だから今から30年ぐらい前にやめようとなったわけですよ。みんな口には出さない。なんで口に出さないかというと、世界中が自由貿易であればいいから、はい、だけどもうそれやっていけないということで、アメリカはちょっと別の手段を取ったんですね。マクドナルドとか IMO に代表されるようなグローバリズム、はい、金融とか食品とか衣服なんかはグローバル、工業製品は日本が強いから占めると、こういうふうに、まあ白人とはそういう点うまいですからね、やって、それでそれから今度はその走りが EU なんですよね、うん、EU だけで行こうと、はい、それから NAFTA っていうのが北大西洋自由貿易協定、はい、あります。それからまあだんだん太平洋にも進んできて、まあ、日本人でも馴染みやすい太平洋の、まあ、いろんなね自由貿易協定、はい、TPP、はい、でその EU とか NAFTA とか TPP は新聞とかそういうマスコミではいいようなこと言ってるわけですが、それは実は100年ぐらい前にはそれが元で戦争になったから世界中の自由貿易体制に変えた、それが戦後は非常によく機能して戦争も起こらなかった。しかしそれは行き過ぎて今度日本みたいなのが出てきて、でも全部の他の国がやられちゃう、はい、日本の産業界が持ってる富だけでアメリカの全部の土地を変えるとも言ったわけですよ。そうなるとやっぱり今の中国と似てるんですけどね、はい、だそうなるとやっぱり世界中が今度反発する。その結果生まれたNAFTA とか TPP とか EU なんかがいいというふうに今度はマスコミがあまり歴史を勉強せずに言う、うん、そうすると地域協定ができて、地域協定は常に軍事的な意味を含んでますから、だから NATO と EU とか、うん、
それから今中国封じ込めで、僕なんか言ってるんですけど、中国封じ込めでアジアのアセアンを使うと、まあ、いうようなですね傾向になりましてね、はい、それでやっぱり戦争の危険性が増えていくわけですね。だからその意味ではですね、現在はちょうど折れ曲がり点で TPP がいいかどうかは分かんない。それはね、あの国内の農業とかそういう特定の産業を守るために、日本の産業を守るとか雇用を守るためにという意味もあって、そういうことが着目されたり、それからまあ国会なんかではその自民党の政策としてそういうのが注目されてますが、もう本当はね、あの第1弾つまり世界平和を保つためにはどういう貿易体制がいいかっていうのは最初の根本なんですね、はい、でそれは大体そういった100年ぐらいの失敗を重ねてみるとね、やっぱり適度な量程度の地域、自由貿易体制じゃなくて、やっぱり世界の貿易体制なんだけども、国内の産業はちゃんと保護していくというようなものにしなきゃ多分ダメだと思うんですけどね。そこが一番懸念しているところでして、なるほど、国内のそれこそ農業もそうですし、例えばこのまま進むと日米 FTA 第2弾では、うん、もしかしたら保険社会保障の面もちょっと手が入るかもしれませんっていう、よくなんか医療かなんかで言われますかね、はい、アメリカの医療が来ちゃって日本の医療のいいとこがなくなっちゃうじゃないか、はい、これは非常に難しくてね、うん、人間のこの人間がいい社会を作るためには人間には利己心があって、まあ、それはそれでいいんですよね。ただそれが行き過ぎるとうまくいかない。だからそこのところ社会的な体制と妥協をしなきゃいけないという面があるんですね、うん、あの最近そういうのね、非常に分かりやすいのは高齢者なんですけど、私はまあ高齢者の福祉予算を削らなきゃいけないと言ってるんですよ。なんでかって言ったら高齢者のケアを良くすれば良くするほど高齢者は早く死ぬんです。動けなくなります、うんうん、はい、で高齢者をひどい状態に置いとくと長生きするんですよ。そうなんですね。それは生物というものがだから、その例えばね、どんどんケアしてくれると大体ね、今ね十分にケアすると72か3で他人のアシストを必要とするようになるんです。うん、ほっとくと85から88まで元気で持つんですよ。ほっとくと可愛そうな状態しなきゃね、はい、あの一番いいじゃないのが嫁さんが来てね、はい、お母さんに、義理のお母さんにね、あの台所私やりますからお母さんちょっとゆっくりしててください、お茶入れますからつって、そうするとお母さんの足腰はどんどん弱くなってくる。ああ、ね、そうですね。そうなんですよ、はい、それで、ね、これは非常に難しい問題なんですよ。これで頭の回転もまだいい、腰も痛くない、膝も痛くない人が引退するようなあのブランドの縁側でお茶なんか飲んでるのはね、本当はその人のためにならない。それと全く同じことがその貿易協定にも起こってしまうんで、はい、それで国内産業を優遇するのは問題なんですよ、はい、問題だけども急激にやるのもダメなんです、はい、国内産業を優遇しすぎると今の日本の農業とか林業みたいにもう全員がサボって、ただあの役所からの保証金だけもらって暮らすみたいになっちゃうわけですね。で、まあ漁業もそうですよ。日本は漁業の国だなんて今は全然違って、もう輸入が 45% あるわけですからね、はい、ですからまあすっかり漁業権の尊重なんかをやって漁業議員がいて漁業組合が強くなりすぎたので漁業自体がダメになっちゃった。これは人間の本質と合ってるからね。だから適度な競争下でひどいことにならないようにするっていう頃合いが大切ですね、まあ、その点ではね、僕ね今は僕自民党の政治にすごく辛いんですけど、はい、割といいと思いますよ。いや、あの緊縮財政をずっと続けてきた中でのこの自由貿易協定っていうのがどの程度の影響を与えるのかがとても不安でして。いや、もう財政は緊縮でもいいんですよ、うん、あのねやっぱり何たって今ね、はい、みんな矛盾したこと言ってるんですよ、うん、要するにね、あの節約がいいとか言ってるんですよ。ああ、はい、節約がいいっつって経済が良くなるかっつってるんだよね、買わないわけだから。だから節約はもしいいって言うんだったらば、一番大切なのはね、節約がいいって人はね、給料の3分の1ぐらいを返納するべきなんですよ。だって物使わないんだから、はい、節約はいいって言ってね、2000万3000万の、収入がある人っていっぱいいるんですよ。特に東京に住んでるね中途半端なインテリなんていうのはね、2000万ぐらい給料もらってて、
それで新聞に出たら節約がいいなんつって言うんですよ。で、あなた2000万何使ってんのって言ったらね、ワイン、高いワイン飲んだりね。高いワインっていうのは、あの、金がかかっ、エネルギーかかってるから高いんであって、ね。だから、そういう矛盾した非常に道徳に悪い状態を、が今あるんで、それで自由貿易協定みたいなものを考えるときも、こう、かなりそれを考えてやらないといけないですね。で、しなちゃんのそれに対しての怒りはどこにあるんですか？私のこの怒りに対してなんですが、全てつながると思うのですが、ほとんどはやっぱり外資がたくさん入ってくる状態になるんですけれども、となると今結局その日本人一人一人の GDP とかで考えていくと、今すでに大変な会社はたくさんある状態で外資に買収されたりだとか、外資による勢いで会社自体が潰れてしまうとなると、これ以上もともと雇用も大変になって働く気持ちも、しなちゃんは18歳だと思ったらそうじゃなかったからいいんですけど、はい、あ、まあ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 の年だからだけど今孫の人ね、例えば 僕らの孫とか、これはね、このままじゃもう日本人は就職するとこなくなっちゃいますよ。なくなります。今就職するとこあるのは、一応国際的に特殊なあのカスタマー製商品とかそういうんで日本人の技術を使っていいものができるから、その会社があるわけで、それが全部叩き潰されちゃうと、それがもしくは外資に、あんたのように外資に占領されてしまうと、あのもう日本人が勤められる会社なくなって、はい、みんな中国に渡ってコンビニ店員をやらなきゃいけないと、こうなります。中国に渡ってなんですね。そうですよ、中国しか企業がないんです。あとはあの派遣社員もどん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 増えていくんだろうなと思ってまして、派遣社員はね、うん、若者の方に問題があるんですよ、はい、要するにね、あの昔ニートがいいとか、うん、正社員よりか派遣がいいとか言ってましたけど、そのうち派遣の方が、待遇が悪いだの派遣社員の待遇を上げろだって言うでしょ、はい、そうすると結局ね、ちゃんと勉強もしない、覚悟もない、勤めるってことを中途半端に考えた人が出てくる、はい、それは人間の権利としてはそれいいんですよ。何にも差し支えないわけですよ。何も裕福な生活がいいってわけじゃないから、人間が幸福なわけじゃない。でそれで文句言うなっつってる、うん、貧乏生活って文句言うな、最初から自分は貧乏生活を望んだじゃないかと、うん、それがね、あの環境についても貧乏についても言ってることとやってることと考えてることはバラバラだと。ちょうど4月からあれですね、あの同一労働同一賃金が施行されて、格差是正という体で、この上の人たち、雇用されている正社員の方たちをちょっと下げて下を底上げするっていうなるほど、ギュッとするような状態。なるほど。だからね、今のその問題はね、同一労働同一賃金の問題は、はい、同一労働同一賃金が不合理であると、はい、いうことをちゃんと論理だって言う人がいないんです。いないです。それで同一賃金、同一労働だったら同一賃金でいけるじゃないか。いや、人間っていうのはね、その人が長く働くかとか、会社が危機になったら自分の身を捨てても頑張る人かとか、そういうのも価値の中なんですよ、うん、だから単に今日何時から何時までどういう仕事やったからっつっていくらって決まってるわけじゃないわけで、価値がね、うん、だからそういうのは昔は日本は素晴らしかった、うん、まあ一番いけないのはね、椎名さんね、はい、商法を改善せんといかんですよ。昔の商法はそうだったんだけど、実際機能してなかったんです、日本で、はい、商法っていうのは株を持ってる人が、例えば株式会社だったら株を持ってる人が全権持ってるんですよ、うん、つまり金を持ってる人がベストなんですよ。だから株主総会って決まるわけですよ。ほんでけしからない銀行がね、僕の会社なんかにも来て、収益の割に配当が安いとか言うわけですよ。で僕がね、いや、うちの会社は従業員のための会社ですから、はい、したらね、なんか商法にはそんなどうのこうのって言うと、商法を改正してくださいって言うんですよね。でその銀行に僕はしょうがないから反撃するために、あなたの銀行は外資が何パーセントですかってこう聞くわけですよ、はい、日本人が来てますからね。うーん、日本人が来てんのにね、外国資本がさ 50% 以上の銀行があるんですよ、はい、あなたは何の誰のために働いてるんですか。うーん、もう切り込むでしょ。でそんなの切り込むの僕ぐらいしかいないんでね、はい、だからまああなたが心配してる通り、まずだからそれは商法の改正から入らなきゃいけないんじゃないかなと僕なんか思うんですよね。もうその改正とかそういったやるべきことたくさんあると思うんですけども、日本政府が今までずっとやってきてることってもう全て日本人にとってあまり
ちょっと苦しくなっていくようなこと。土地は売るわ、水は売るわ。そうなんです。会社は取られちゃうわ、はい、ね。それで昨日もちょっとそういうの会議があったから言ったんですけど、はい、日本政府は自分の友達の会社に金出して、うん、その友達の会社は到底国際競争に勝てない値段で製品を作り、その製品を国際入札しないような会社に買ってもらい、そこに今度政府さらに補助金を出すと。だから我々の税金がレベルの低い製品を作る中央官庁の友達、東大同窓会ですよ、それで回されてるだけっていうの、ね、中抜きされてるってことですよね。そうなんですよ。だからそういうのをやっぱり直すためにはやっぱ愛国心を持って、で日本人全体が良くなれば自分も良くなるっていう考えに戻さないとやっぱダメだって、ね、あとあれなんです、やっぱり自分たちのお子様いやお孫さん世代にどういった日本を残していきたいかというところを大人としてきちんと考えていってほしいと。まあ椎名さんみたいな若い人でそういうこと言う人はほとんどあなたしかいないしね、はい、誰もしかも何も活動しません行動もしないんですなるほど。ちょっとそういう点でもすごく悲しいです。まあだけどやっぱりその日本人、まあ、そのうち日本人だから、まあそういう活動を具体的にしなきゃいけないんですけども、にやっぱり日本人のもともとはみんなできちっと働き、日本のためを思って努力するということが結局は自分とか自分の家族も幸福になるんだって、その本当の筋をね、はい、やっぱりきちっと言っていくってことですね、はい、朝日新聞とか NHK は潰さんといかんと思うんですけどね。いや私もそう思います、ね、NHK もうちょっと早めにあともう一つ、はい、先生に、はいはい、お聞きしたいです、はい、今のこの風潮ですと、うん、デジタル接種証明というのを導入しようと政府は画策しておりまして、デジタル何接種証明ですね、マイナンバーと紐付けをして、はい、ワクチン接種をしたかどうかっていうのを、ビル・ゲイツの考え方ね。そうなんです。もうイスラエルでは グリーンパスポートとかもう諸外国あちこちでも始まってしまってます。ただワクチンの接種に関しては個人の権利でありますので、サービスや行政やら受けられるものが狭まれてしまうっていうのはおかしい話だと思うんですね。ワクチンというのはもともとワクチンをウイルスと人間というのはどうしても共存 していかなきゃならないもんで、はい、まあ、腸内細菌みたいなのと一緒ですから、腸内細菌がいなくなると消化ができなくなってすぐ死ぬと同じように、ワクチンも、まあ、人の背の高さもそれから、お母さんのお腹の中で耐性になるのもウイルスが寄与 してきたわけですからね、はい、ですからウイルスは人間との共生系なわけですね。ですからワクチンを打つとかマスクをするとかウイルスに有効な薬を使うっていうことはどういうことかっていうと、そのウイルスは翌年にもうちょっと強いウイルスになりますから、うん、その強いウイルスを今度はまたその強いウイルスに応じた薬とかワクチンとかやるとさらに強くなりますね。マスクも一重のマスクを二重にすれば二重にしたに応じてウイルスは生きていかなきゃいけませんから、だからマスクをすり抜けられるようなウイルスに変わるわけですね。いたちごっこになるわけですね、はい、ですから我々の今までの知恵としては、人間というのはそういう周りの生物と共に生きていくような体を作っていかなきゃね、うん、まあ遺伝子的に言えばですね、武田邦彦という人間の遺伝子は親からもらった分がたった半分しかないんです。ちょうど 50%、 あと残りの 50% は私の体に共生しているウイルスとか細菌だとかダニとかそういうものの遺伝子なんですね、うん、ですからまずは我々は私の体ってのは私のものではない、半分しか私のものではなくて半分は他の生物のものだっていう意識をはっきり持つこと。だから、まあ、今度のコロナはまあ1年しか経ってませんが、日本人の 99.8% がかからなかったわけですね、はい、だからそういう場合には十分にウイルスと共存していけるわけですから、ですからその場合は本当は何も対策を取らないでいかなきゃいけない。だから、うん、ワクチンを1回打つと、まあ、普通にまともに言ったらワクチン打った分だけウイルスが強くなりますから、うん、ワクチンでウイルスが済むとこが減るんでね。それこそ先ほどおっしゃったいたちごっこ、いたちごっこ、ね、ずっと続いていく。そうすると永久的にそのウイルスを打ったかどうかの証明書と、うん、それから 毎年どんどんウイルスが強くなるので、うん、ワクチンを打ち続けなきゃいけないという問題が生じると、はい、
まあ、いうことで完全にある特定の人たちが世界中をコントロールできるようになるということなんで、うん、まあ日本政府もそれはよく考えて、そして日本はそういうのに参加しませんと。そこをはっきり言ってほしいです。本当はだから志乃さんは政党作んないだろうね、はい何党にしようかなまあそういう感じですね。つい最近、先月あたりなんですけれども、実際に原宿に行って、うん、若い子たちがワクチンに対してどう思ってるのかを聞いてきたんですよ、うんうんはいはい、インタビューして、うん、まあ少人数しか聞けなかったんですけれども、うん、その結果がちょっと、うん、びっくりしたんです。19人にワクチン打ちますか、うん、打ちませんかって聞いたら、19人中打つって答えたのが14人、お打たないが5人だったんです。だったの、うんうん、その前に去年の段階で渋谷でも一度アンケート取ったんですけれども、うんうん、若者たちに、うん、その時はまだ全然打たないは多かったんですけれども、メディア、マスメディアの宣伝の仕方がものすごく変わってるんだなと。そうですね、私テレビないので、家にどんな風にテレビで宣伝しているのかわからないんですけれども、11対いくつ、はい、14人が打つ5で5人が打たない。あ、かなり予想外に打つ人が多いですね。びっくりしました。ただ、うん、あなたは政府の回し者だから打つって言わなきゃいけないと思って答えた人いません？いや、多分いないと思います。そう、多分いないと思います。みんな中高生の子たちを選んで聞いたので、多分何もよく分かってなかったと思います。 どんな人が聞いてきてるのか。ああ、なるほどね、はい、まあね、とにかくまあやれることは個別に頑張るしかないんで、うん、まあ友達テレビも頑張ってるから、はい、それで頑張らなきゃ。向こうもかなり必死になって、必死になってやってますね。やってますからね。この結果が結構私は衝撃でした。なるほど。若い子たちの中ではもうやっぱり流されるのが、打たないという人多いかなと思った。はい本当ね。二十歳くらいの男の子は打ちたくないっていうのが結構いたんですよ。あ、そう。ネットを調べてるっていう。ああ、そうかそうか、はい、なるほどね。年代によってだいぶ考え方も調べ方も変わってくるんだな。なるほどね、うん。あ、そうね。女性はその点今でもダメってこと、しなさん。そうですね。女性はやはり家庭を守るべきでいてほしいので、多分あまりそこまで考えたりはなさないのかなとは。なね、あ、まあ、だから日本の、まあ、全体的なレベル低下っていうのはまあ非常に激しいので、激しいです、ね。それはやっぱりまあ小選挙区とかそういう制度上の問題もあると。はい、商法みたいに。お金が全てであるということもあると、はい、それからなんか金があると幸福になると錯覚してる人もいると、うん、まあ、そういうのをやっぱり昔の日本に直してですね、うん、そして長い間幸福だった日本はなぜそうだったのかと、うん、まあ、いうことをはっきりさせるってことでしょうね。私はそこで一番危惧しているのが、うん、日本人国民一人一人がなんかその対立し合って分断されてしまっていることが一番、はいはいはい、ワクチンの問題でもそうです。なるほど。別にその打つ打たないは権利の問題なので、うんうんうん、人にそうするべきだ、うん、しないべきだって言うべきではないかもしれないんですけれども、うんうんうん、そこで戦ってる場合じゃないって思うんですね、うんうん、もっと国民は力を合わせて一生懸命子孫のために考えていってほしい、うん、まあ僕みたいなじいさんが言うと、じいさんが言ってるってことになるけど、あなたぐらい若いのが言えば若い人が同調するかもしれないから、はい、若い人にもそういうことを言う人が積極に言う人がね、はい、やっぱ多く出てくるのが大切でしょうね。それをどうやって広げていこうかとても悩んでます。そう、ね、でもやっぱりネットは強いんだなと実際アンケートしてみて思いました。そう、そう、まあネットがあるっていうだけでネットにも随分自由の制限があるけど、うん、それでもいいですよね。はい、ちょっとずつでも活用していこうかと、はい、そうですね、思っております。はい、先生今日はお時間本当にありがとうございます。いや、自由貿易協定本当に嬉しかったです。その昔のお話からしていただけたのが本当に嬉しかったです。ね、まあ、ああいったものもやっぱり一つ一つ若い人が自由貿易協定になる貿易協定の本当のところ、平和のためにどういうふうにしようとしたかということをやっぱりよく考えてもらうのが大切ですし、そういう意識が高まれば日本が国際的なリードを取ることもできるようになると思うんですけどね、はい、今のところのような非常に単純な自由貿易協定とかそういう貿易に対する考え方ではね、うん、やっぱり難しいかなと思います、ね、難しいですね。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。失礼いたしました。